おステ島の地図を捨て島は、チリ最南部の島。ビーグル水道を挟んだ、フエゴ島の南、マレー海峡ではかたれた、ナバリノ島の西に位置する。地球上最南端の木であるナサービゴス・アンタルクティカが生育する。ジュールベルヌのマゼラン地方にてでは、この島に共和国が存在することになっている。面積は4117平方キロで、ティエラデルフエゴでは、 クエゴ島に次いで2番目に大きい。西部はアルベルトでアゴスティニ国立公園の一部になっている。島の最南端はハルデ半島のニセホーン岬である。ハルディ、クルエ、ルー、パストゥール、デュマの5つの半島がある。1881年から翌年にかけてフランスの学術調査隊柄ロマン主号で島を探検した。1894年には新たに来るウスアヤの 交付による犯罪行為を防ぐため、島の南東のテレニカワに南米電動協会の援上で建てられていたスターリングハウスというプレハブ小屋が再び使用されるようになった。チリ政府が牧畜を試みたものの、うまくいかず、島は放棄された。20世紀に入っても数世帯のヤーガン族が島に居住していた。先住民族は探検家や漁師と接触して以降、 その姿を消した。その頃から事実上、無人島の状態が続いている。1992年の国勢調査では3世帯6人が報告されているが、これは同じ国勢調査地区に所属する近隣の当初に分布するものである。1978年のソベラニア作戦では、地理海軍艦艇の基地となった。ありがとうございます。